おすごい紙だ10秒前です紙だった紙321セーフ今ここがナビラすごいですね二山さん <laughs> すごいマジジャストでました二山さんかっ,いい、ね、かっこいいよ <laughs> 自分も 汗だくで遅刻しスで、ね。<あー> <laughs> っ声がうか、うで声が声がやばいですよ、僕、<laughs> もう仕事がすごすぎて、<ー>僕、結構強いんですよ、喉ね、強いですよね、簡単に潰れない、ね、声もめっちゃでかいし、うん、海の仕事してるけど、だけど、もう仕事、仕事、仕事、仕事で事で喋りすぎて、<ー> 1>, 1日2週時間ぐらい喋ってるんじゃないですか。それはそれはね、こうなりますよ。 ねいいもう本当に、当にだけどくくとも普天間さんとも話す時間が全然ないから、<laughs> ここで本当に何時にどこって決めるときに、あの、あのちょっと、あのんとすみませんね、リスナーの皆さん、申し訳ないですね、いつも、あの <laughs> 人間できてなくて、<laughs> あのはっはっはっ FM 那覇にも行くけど、はい、あの、浮気じゃないからさ。はいはい。全然。FM 那覇の番組、あの、ごめんなさい。そいえば、<laughs> FM 犬湾の,の、あのー、あのー、請求書、KD に渡すの忘れちゃった。<laughs> ごめんなさい。あんまりの忙しくて。で、月30万って。番組。那覇,那覇やっぱ、ちょっと桁違いっていうか、ネタやばいっすね。 今僕の調べでは30万ぐらいだけど服部君知ってるの番組の料金こんなの言っちゃだめなのうん僕もはっきり分からないんではっきりからないんであんまりは言えないですねあはっきり分からないから言えなくて別に知ってたら言ってもいいの, <laughs> のいやいやいやそれも分かんないんでどっちにしろ言えないってことです知らないし知らないしさはい多分これは調べてもネットでは出てこないですよね多分ね相場そうですね卸の値段みたいなものになるから,、ね、からあんまり言わないですね、ま まあだけど別にこんなの言っちゃだめっていう法律はないと思うので僕が言うには関係ないからあの月月30万ぐらいであの要はアナウンサーがつくみたいな、えー、あのだから例えばあのー、ちゃんときちっとしゃべれる例えばさっきこっちうろチョラあてユキさんとかが聞き手になって。うんうんうん 昨日ユゆきさんとそういえば喫茶店で会ったんですけど、あの <laughs> ゆきさんが聞き手になって、番組を構成して、<laughs> うんうん、僕と普天間さんをあのリードして喋らすとか、うんうん、だけど別に普天間さんと僕だったら喋れるから、あのー、20万ぐらいかもしれないですね。 多少増減割りそうですねあのー、ここの人入れるか入れないかとかまあだけどそれでも今服部君がいるから FM 技能は安いですねうん、うん、めっちゃ良心的ですねまた半蔵、ま、もな,なんかだんだん呼吸あってな先手先手でやってくれるからねいい感じですよね半蔵、はい、と飲んだことありますナイスああ僕普天間さんとも飲んだことないから飲んだことない、ね、飲んだって言われててこは酒飲まないからただ,ただ俺が飲むのに付き合わせたことあるよあ<ー> <laughs> まあううこっちでね 付き合ったけど、多分覚えてないと思うんでけど <laughs>、一応本当に仕事してて、あのー、まず一個の仕事は、もうなんかここで打ち合わせするみたいなあれで大変なんですけど、まずこれが、見ていいんですかえいいですよ、僕のは授業は、あのー、4月何日って書いてますかえーっと、4月、うー8月。 あ 8, 月8月9日だから3日前はい、はい、400万作ったんですよこれおおすげえすぐ作ったんだ <laughs> 400万1101001000万10万100万お400万借りたんですよ400万借りて今この事業計画があるんですけどこの事業計画で今借りるようとしてる金額が3000万3000万 まあこれは450万だから今で今回2700万突っ込んで今回これで3000万借りっていうんで大体、うん、いい今回の宇宙事業に7000万ぐらい <laughs> もうこれすごいですね宇宙なのに個人でやってますからねもはやね個人,で個人でやってますからねやってるのでであのもうちょっとラジオで聞く方もいると思うから 普天間さん今日テーマあるんですか。えーっと<や>今日のテーマはいやもう、うん、徳特さんが今日はいい話するよっつったからああそういえば書いてましたねそ,そうそうそ,そのそれがテーマかなと思ってあのー、多分今年中のいいタイミングで多分100万円ぐらいで新聞広告を打ってうんうん。 百0 0万かな、200万あればいいのかな、まあ、ちょっと一発200万とか100万クラスですよね、一面使って、死んだらどうなるかというテーマの講演会をしようと思って、<laughs> 一発のやつで死んだらどうなるかっていう、昇講演会僕じゃないんですよ。あ、じゃないの,あの僕は、あのー、仕掛ける側要はバックなんですよ、フロントは僕のおふくろ。あ 戸口厚みで多分千1000人ぐらいは呼べるはずだから、あ,<ー>あのー、なんでかって年齢的にもう死ぬ年齢でしょ。うんうん、いくつですもん、お母さん。昭和10年だから、昭和10年は。70ぐらい昭和10年、これ計算の仕方ありますよね、これちょっとからないでまあまあ、今、る。昭和十年だから70ぐらいだと思うすけど。いそろそろだから、あのー、長く持ってまた50年はもたないでしょ。50 んか徳地さんのお母さん、なんか、100超えそうじゃないす、うん、まあまあまあ超えてもいいんですけど、うん、あの親父はもう亡くなって、もうそろそろ1年、去年、8十歳、ぐらい88歳88あ、またすごいね、88歳八八亡くなっているので、であのー、もう多分僕の今回の授業は、この前、堀エモ門来てましたよね、はい、昨日多分ホ堀エモ門も負けると思う、話にならない。 あのーまあ,まあ、あの方はあの方であのやってるのであの批判みたいになるからあの話しないですけど、うんあのー、宇宙事業は僕が多分先じゃないかな<ー>彼も宇宙事業やってるの,の前、テッドで喋ってました、ね、<ー>あの宇宙開発がどうのこう,うん、うん、今回はあのーまあ、行く時間がなかったしうん、うん、こんな忙しいからうん、うん、本当だったら行きたかったんですよ。 あの一応、は勉強になることがあるからうん、うん、だけど一応か、ある側面としてああいうのに行く人って基本仕事できない人だから <laughs> なんで講演会にさすすがもう僕混んできますね <laughs> いや別にいいんですよあの聞,聞いてる方に届けなんで僕,僕の意見じゃないですか僕の意見なんで、うん、あのなんでかって普天間さんだって講演会するでしょ、はい、しますしますする人僕もするじゃないですかするのに行っても意味ないっていうね。うーん まあそれはあの内容にもよるし行く人にもよるのであれなんですけど基本、講演会ってじゃ昨日行った方多分、ラジオを聞いてる方がいたとして1分まとめて何を言った方が行ってごらんって言ったら99答えられないあなるほどねポイントが、ポイントを見抜いてないというか見抜いてないし、ただ映画を見に行ってるでしょ、映画を見に行ってるような感覚でやってるさ。基本的に 講,習はあ講,習だ講演はほぼ意味がないうん、うん、99%聞きに行くことに関してはうん、うん、だから会いに行くんだったらいいああなるほどね、うん、もうここがちょっと言葉では伝えにくいんですけど聞きに行くというよりはこの人に ああこれ一番いいですねなんか言葉返さなくてもねう,う,うんあのそして言葉が入ってくるうんそして具体的に講演会が終わった瞬間に何か新しいことを始めてるみたいなああなるほどねもう完璧ですね何か映してたらね行動にね、うん、何か行動に映してあるのでは意味ありますよね、うん、あるあるあるそういった意味では普天間さんの、あのー、口に出して言う、うん あれ一応西洋的な考え方なんですよ、たぶん多分コーチング自体が向こうから来て、そうですね、コーチング地で実は100年もないですよ、だいぶ実はもう、あのうん、その前は、うん、もともと催眠、NLP、そこからコーチングなので、それつなげたら長いけど、コーチング自体は多分まだ50年ないんじゃないかな。 催眠って言ったらエディクソンとかあんな感じもう多分その辺までいくと思います。あとものフローイトって感じですかそう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 。うあそ,辺からから一応そこから見たら歴史長いんだけど、コーチング自体は、とにかく使いやすく分かりやすくしたのがコーチングなんですよ、大<ー>人から子どもまで。<ー>とにかく分かりやすさを追求したのがコーチングなんですね。シンプルそうシンプルに、であのー、専門用語もとっても少ないので。例えばいくつぐらいあるんですか トーまたアファメーションぐらいじゃないですか <laughs> 専門用語的にはあ,<ー>あとはまあその信念っていうのをビリーフって言い方したりその程度だからあ<ー>ああの言葉もなんか割とあの想像しやすいビリーフって分かるじゃないですか信じるそう信念っていうね信念っていう感じで使うだけで一応本当に自分が、まあ、いくつか見たけど本当に専門用語は、まあ、エフィカシーとか言ったりあそうそう、ね、エフィカシーは出てきますねほ、うん本当に10個ぐらいじゃないですかせいぜい あ本当にあの極力それは避けて NLP とサイミンはとっても専門用でパッチ内出てくるんですよ、特に NLP なんか。NLP は面白かったんで、結構勉強しました、ね、もうなんかあれどっちかというと、本当に学問的なあの神経プ,プ,ロプログラミング言語ですか、うん、神経、言,言語プログラミング、うん、ちょっとってもあの本当に学問的で、はま、うん、る人ははまるのかな、ね、徳さんがはまったって言ったように、ね、はまりますね、もうすでにあの吸収されてるので。 自分ちょっと NLP から入ったんだけど一冊買って、うんうん、もうちょっとあのああそうなんですね<の>僕は NLP というかあのポジティブ心理学、うん、あのポジティブ心理学とポジティブシンキングは違いますからえー、ええ,えシンキングとポジティブ心理学ポジティブ心理学、えー、ポジティブ心理学とポジティブシンキングは違うのであ<ー>あの一応ポイントは ポイントはポジティブシンキングはあのポジティブに考えようでしょうん、うん、ポジティブ心理学は前向きに生きるからあ<ー>別にネガティブ思考でもいいからなるほどね前向きとポジティブが一緒じゃないってことですよねだかねそうそうあの行動に出てるからポジティブはあのシンキングじゃないからうん、うん、シンキングはネガティブでしょあ,あ,くであくまで思考だからね思考だから思考の範囲に行動はないからね行動はないですよだからあのまああのもうなんていうんですかね もう本に書かれていること時点で遅いから情報としては情報イコール死だからデスの死ですかデスの死ですね書かれたもの自体がもうんと進化を終わってるでしょ書かれていること時点で止まってるじゃないですかだからネットから勉強するという無意味ですよねネットに書かれている時点で本になった時点でもう情報としては遅いじゃないですかだから情報っていうのが なった瞬間に情報じゃなくなるというまあ量子力学ですね、もう発見された時点であの位置が変わってるみたいな感じじゃないですか、でコーチングっていうのは、なんかまた話が戻りますけど、まああのトレーニングとコーチングでよく区別されます。 えーあのー、ちょっと間違った伝わり方してるのが一応現代でありますね、コーチって呼ぶじゃないですか、スポーツのトレーナーのこと、うんうん、だからトレーナーではないし、コーチはコーチなので、うんまあ、トレーナーの定義もちょっと調べないとあれですけど、うん、ちょっとごっちゃなってる感はありますよ、今まだ。うん、要は教える人って思ってる。どっちもどっちもあ。シンプルに言うと、あのコーチは馬車で、トレーニングは列車で、うん、トレーニングっていうのは、まああのー、レールを引っ、うん 低いいみたなイメージなるほどなるほど分かりやすい分かりやすく言うとだからやり方が決まっているという簡単に言えばねそうですねトレーニングですからねトレーニングだからトレトレトレーントレだから今の超頂きだ高知は馬車だから要はこちらの使い手次第じゃないですか馬車だから方向さえ出せばいいそう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 山から行ってもいいし 川沿いでもいいしそういうあの北に行くっていうぐらいの大雑把な方向を示してあげるのがコーチング導く感じ、うん、光みたいなイメージそうです、ね、東に向かえみたいな例えばオリオン座に向かえみたいな感じなんですけど、うんまあ、そ,そういったところから気づかせてあげる引き出すっていう感じの、うん、キーワードが出てくるです、ね、引き出すっていうキーワード導くが引き出すになるのであればうん、うん エディケイトそ、ね、したら、えー、教育じゃないですか教育は引き出すっていう語源なんでああそうなんですかじゃあちょっと、うん、今の教育はちょっとそこに行ってないですね今のは勉強ですよディスタディーかスタディーあのエディケーションじゃないですね、うん、スタディーは座らせるですよああ<ー>、うん、なるほどね今の学校はじゃあもうほぼスタディーですねあの座らせて言うこと聞けっていうのが勉強あ,<ー>あの 小学校6年ぐらい前まではいいんじゃないですかそうですね。<年>ち,ょちょっとちょっとしたら、<年>まちょっとした、ね、我慢トレーニングじゃないけど。まああのー、一部分、うん、全部が勉強の全部を否定しているわけではないので、だけど、これが学習になると、うんうん、学習になると、この前の普天間さんの子供の写真になるんじゃないですか。ああ、自然の中でね。自然の中で。うん、あのー、子供が子供である時間、 があるからあのそういうのがいいと思いますねん僕はあのある進学校のあのまああの頭がいいからとかそういうことではなくてあの子供の可能性としてうん、うん、あのー、たまたま、うん、あの進学校みたいなところに小学校行ってんですよ娘がああ今現在今現在うん、うん、で なんとでかっていうとちょっと頭がいいという言い方がおかしいですけど、うん、あの勉強が好きな感じだから娘が勉強大好きなんだもう、まあ、僕もまあ予備高校講師もやってるしろやってるから東大行きたいみたいいみなあでもなんか学ぶ楽しさを覚えたらもう無敵ですね楽しいからねからあの別東大は別にあのただの言い方なんで、うん、あの別に龍大でもいいですけどそうなってくると。 あのー、例えばゴルフがうまかったらうん、うん、野球がうまかったら興南、うん、高,高校に入れたいとか水産高校に入れたいとかそういうのはあるのにうん、うん、やっぱり勉強ができるからこの可能要は音楽ができるんだったら音楽が強い学校に生かしたいなうん、うん、みたいな、ねうんうん、そういう意味で生かしているだけであの別にしあのガリ勉にさせるためにやってるわけではなくてうん、うんね、やっぱり、あのー、100%出して受験戦争をしたら。 セックスできない男の子になる女の子になるから <laughs> <laughs> ええー、っとこれは女の子に待て余るんですねセックスができない女の子っていうダメですよねええー、なの女の子もできるならできないってことですね。ということはな,なんでかって言ったら、うん、あのー、本当に多分僕あの天馬さんはあの聞いてくれるから話すんですけど、うんうん、僕基本的に あのー、リミッターかけて喋るんですよあ<ー>あの、いろんな講演会に呼ばれても、大体<ー>、だいたいその日、一生懸命喋ったかなと思って、帰ってきたら、三3割ぐらいでゃっちゃってたよみたいな、うなかでかって、本気で喋るとついてこれないから、あ<ー>あのほとんどの方が、例えば後に飲み会みたいなのがあるでしょ、うそういう時に喋ってると、あ来た来た来た、まだこっちで喋らないといけないのかみたいな。<laughs> ってんだ毎回、あのー、俺、これ20年前だぞみたいな、<ー>あのまあ、だけど、まあそれも僕が学びだから、あの機会を与えてもらってありがとうと思って、ねあの、だけど中にはやっぱり波動で分かる人がいるから、波動的に、うそういう人が一人でもいればいいですよね、あそうですねも一人いたらもう全然もうあの元取るって言い方が正しいのか分からんけど、ばっちりですよね。そ、うん、そういうい中で、まあ、それでもんまさん がいいいいるからいいからななみたはっとりくんもねあのそのうち本当にロケット打ち上げたら箔がつくさだからよ <laughs> やってたんだぜってねなるからね<の>絶対めっちゃさ自分今回3000万とか4000万とか言ってるさタイムリーだから言ってるんだけどあの行ったらビビるようなお金動かしてるよ <laughs> しかもあんな短期間でね、うん <laughs> ただあのたら10日ぐらいで <laughs> あの本当にで今回も8億借りるって言ってから、うん、前も言いましたよね<ー>8億借りるんだけど3億作っちゃったんですよもう3億出す人は見つけたから、うん、で昨日も、あのーあのー、コンサル1個大きい会社の,あのグループ会社の、うんあのー、コンサル1件取ったから一応だけどできるかどうかわからないので、うん、ちょっと値段安くして。うんうんうん 3ヶ月100万で受けたんですよ本当は毎月100万で受けようと思ったんだけどあのー、できるかできないかがわからないから3ヶ月で100万でコンサルをやって売り上げを月に何百万まで持っていくっていう約束でうん、うん、今作ってるんですけど一応昨日あった社長さんはあの,あのやっぱ叩き上げだからうん、うん、叩き上げでもう全国に何十店舗も持ってる。うんうん であ,のある飲食を100店舗まで持っていきたいからあの基本的に全国に、うん、今も数十まで持ってるんですよ、うん、100まで持っていくためのあのアイディアをってあの連絡が受けて3回ぐらい打ち合わせしていて僕も借り入れとかが忙しかったからあの結構これも大変だったんですようん、うん、で一応はあのー、30分で、うん、30分のコンサルで100万もらってああ まあ実質上30分なんですよかったらどうやればいいですかっていうふうに言われるからこうやってくださいで100万円これで100万円終わってます一応、うん、これに100万円払えないんだったら契約しないからただで持ってっていいからアイディアはうん、うん、だけどアイディアを動かすのはまた別問題でしょうで、ねうん、このアイディアをもし100万で買ってくれるんだったら3か月でやるからうんうん、うん うん、それに100万払ってもらっていいですかっていうね。でこれで成果が出たらあのー、毎月のコンサル入っていって,ってやるんですけどあと2人僕、まあ、正直に5人ぐらいしかできないんですよ、うん、物理的な問題ですよね、うん、体がでなんでかと,と月30万5人からもらって150万でしょ毎月150万もらったら年間2000万さうん、うん 大体コンサル本気でやろうと思ったら経費だけで1000万かかるんですよね。あの、自分の自己投資をやり続けていないと情報が取れないから、なぜかったら、あの、動いてお金使ってしか勉強できないじゃないですか。だから大体それでたった年収1000万ぐらいにしかならないでしょ。この言い方、ちょっとすごくイラって。 聞こえるようにわざと言ったんだけどラジオでも講演会でもイラッて聞こえた瞬間に年収1000万無理だからさこれをエフィカシーっていうなるほどね自己効力感ね分かりやすく言うとだからそういうことの年収1000万当たり前でしょとか月100万しかないんだよって言うとえ100万もって言った時点で100万は届かないからさんでかったら あの面白い今度普天間さんに面白いセミナーのネタもや,やりたいんですけどご飯をいっぱいこうやって持ってくるんですよご飯を多分これ2000カロリーぐらいかな<ー> 1>, 1日にとる食事の量こんな2000カロリーだった2000か2500円っていいと思いますよ2000か2い0 0円3子と女子でまた変わってきますけどねまたじゃあまあ,、まあ、ま,あまあ目安なんで、うん、ご飯にこうやって2000カロリー持ってくるじゃないですかでこのご飯の 重さと、うん、この重さが多分8 0 0ラムなってから6 0 0ムかうん、うん、このぐらいのこのご飯の重さと、うん、脳の重さが一緒ぐらいですよああなるほどこれが脳の重さなんだ8 0 0ム多分だったとちょっとあの昔の記憶だから数字があやふやなんで<ー>脳の重さって1キロぐらいだったまあ800だったら約1キロでしょうね あのー2%だから多分体重の,体重のあじゃあこれ人によって違うってこと重さはうんだから1 0 0の人だと2キロになるのかな2%だったと思うよ1 0 0でだったら2キロじゃあ6 0キロぐらいで1 2 0 0ム平均60で6六0の2%パーまあまあ1キロちょいあじゃあちょっと間違ってますよ、ね、6、うん、がまあちょっとこの見せ方があったんですけど、うん で極力分かりやすいもので説明しようっていう話で、ねうんうん、まああるご飯の量が脳と同じっていう面積あの重さにしてこうやってちょっと持ってもらいたいんですけど、ただ脳が体の2%じゃないの、ハットリー君違う。2%当ってるんだ。約2%。じ、ね、ゃ当たってる当たってる。2%,、えー、2なんですよ、体の。だ 2%, <ー>2しかないといえば、たった2%ですよ。うんうん たった2%しかないのにどんだけのエネルギー使うか知ってますああえー、ちょっとあの具体的な数字は言めちゃめちゃ使うってしか知らないですだからあの数字ってそういう時に便利なんで予想的にですじゃあ,あの普天間さんなのあんまり木をてらわないで一般的にみんながこんな感じで言うだろうというえー、一応なんか1 0 0 0キロ表示するのに1時間走らんとダメって言ったんだけど多分脳みそは多分 10分何か試行したら5分から10分で1000キロカロリーは殺すんじゃないかなあのもしかしてあれですかあのグリコで200メーターみたいなイメージですか <laughs> そう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 ,そうグリコ食べたら200メーター走れるみたいな <laughs> そうそうそうそんなイメージで言ってますあの射制が200メーターでした あだえっとね、の全力疾走だったはず。射精は200メーター全力疾走とか、なんかそんな例え話があるじゃないですか。いや、今、パーセンテージでですよ。うん、1>, 1日に使うエネルギーの何ああ、そういう感じね。うんうん、えっとね、えー、自分は多分ね、1日で使ううちのたぶ70%は脳みそが消費すると思う。<laughs> やりすぎて。やりすぎ、やりすぎ。<laughs> だから、ぶっ飛んだら <laughs>。 脳が70%使ったら残り30%で歩いたりするう。だけど芋腸も全部あるのにあ芋腸も心臓も全部エネルギー使うのに最初は50%と思いましただけどもう一回聞いてもう一回言いますよふてばさんにちょっと頭ちょっと悪いんじゃない <laughs> <laughs> あの例えばあ分かった分かった 2%, だよ、ね、2ですよ2%しかないか50割ありえない。ない2%だからじゃあね 2> 2だから10そう、そういうぐらいだったらまだわかるんですけど、うんうん、要は普通に考えて100、100です、体を100として2、2%の部門は2%のあのエネルギーと思わない、普通はああ、そうですね、2%だったら2%ですね。全部の細胞が60兆あって、うん 60兆の細胞のうちパーセントが脳でしょって。ああはい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 やっとわかった。ねえだからポイントがおかしくない。今通じた。今<や>今コスがつながりました。今今つながった、ね今。今つながりました、ね。だから多分本当言葉って難しいですよね。ねこういうあの言いたいことがそう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 <の>ちょっとねおこっちが思ってるのとっとどこの違うか,、ね、かそれを調整していくだから要は 基本的に言葉って自分言ってる本人も何言ってるかわからなくて、聞いてる方も何を聞いたかわからないのお互いに揉み返しながら、うん、<laughs> だからねもみ返今本当にもみ合って返しましたねもみ言葉をもみ返しながら行ったり来たりさせながらコミュニケーションしていかないといい、ね、でもでもすごく今良かったですよ勉強になりました二パーだから,だから <laughs> まあもうせいぜい十パーですかちょっとまあ多くてちっ二パーで十パーったらこれがだから百人の社員がいて、うん 脳は 2%, 2>、うんうん、そのうちの給料は10%上げてるって感じですよ。うん、ああそそうあーそうかそう2には10ねでしょ、うん、エネルギーが。だ、うん、けど、一応、肉だから、うんうん、肉とかエネルギーさ、だけど、筋肉より使うの足とか、足の筋肉とかは、毎日歩いてるから。筋肉と、なんか内臓にいっぱい使いそうですけどね。脳ですよ。脳、ねうん、って CPU ですよ。うん CPU に2%のロボットに、電気エネルギーの10%使うんですかうん、うん、ここは7%だ。多めに見積もって。まあ、多くしようとしてる意図は見えました。うん、<laughs> そうそうそう。なんでか多いということを知ってるからですよね。そう,そうそうそう。あのー、ただ、数字では考えたことないけど。20%ですあ。あ、結構やっぱいくね。やばいんじゃないですか ?2%, 2に対して20%費やすんだ。やばいでしょはあ。 脳だけで20%の予算使うってことですよ。そうね、脳だけに20%の予算で,ですよ、ね、100億上げて全、全、うん、億、死にくままなく、うん、人間っていうのを一つのね、こないだちょっと不平等ですね、まあ、ちょっとこの表現がったか、とか相当効率悪いでしょうみたいな、<ー>エネルギー効率悪くない脳、うん、の、うん、脳は本気で考えたら、一瞬で死んでしまうとかいう冗談で、<ー>フルパワーで稼働させたら、 原発並みのエネルギーが必要あーでもそれ今,今これ聞いたらもうすごくイメージ湧く脳は数パーセントしか使ってないとかねうまあそういう年、まあ、伝,伝説っぽい話もあるんですけどとりあえず20パーも使って2パー2が20パーですよ2パーが20パーやばいね2パーが20エネルギー効率で言ったら、ね、2> 悪い,悪い,悪い2パーが20パーじゃないですか、ね、燃費はっさよって感じですよねそうですよね <laughs> 燃費は<悪> あのー、例えば予算が100人で100万円を分けたら2人に20万あげるってことですよ、うんね、1>, 1人1万円ずつで平等なのに,いいのにその20倍もらってる計算だからね10倍20倍まあそんな感じになりますよね<ー>その脳が使ってるエネルギーの今心理学みたいなののも,もう分かってるすごいのはアイス、うん あの氷山理論氷山理論知ってるふてんま,まさんがまた氷山理論はあれはまたですか説明では使ってますうんあれはまだまだ OK, 使,って OK 使える使える使えるあの潜在意識調べたら出てくるよ潜在意識と健在意識って出てきたらまあ意識と無意識でもそうそう、うん、意識で使ってるの大体3%パーから5%パーらしい95%パーは眠ってるって その,この話ですよね眠ってるというか意識的に上がらないら意識に上がってこない、うん、だから95%は無意識な行動だ僕たちは意識で動かしてるというよりか無意識に操作されてるだか,だからある意味過去の自分が動かしてるっていうことですよね今今頭の中で考えてるということを考えられてる部分は5%以下だから 95%は自分で自覚症状を持たないでしょその自覚症状を持たないところがホメオスタシスでスコトーマだから言葉で言うと、うん、だからそこ無意識でしょ、うん、無意識にやってしまう、うん、無意識に努力してるうん、うん、無意識に逃げているうん、うん、っていうことが95%だから、うん、そのエネルギーも脳の2%の 体全体の20%のエネルギーの95%は無意識が使っているああさらにだからこの全エネルギーの20%のうちの95%だから、うん、20×95 で18ぐらい18%ぐらいうん、うん、17%ぐらいうん、うん、計算したらどんなになります ?20×0.9520% の0.95うん、うん 17 8、8%だってんうんいですか。18. 何とかじゃない 18? ?18 だと1割だから、ごめん、計算したい。きちっと数字が知りたいな。計算皆さんも計算できますか ?20% かける95%か0.95%。95%ね、0.9%かける。え、待ってよ。はい、20かける,かるは,はい22、えー、19%だよ。 あ 19, もある19です、そうですね、5%だから19なるはずですね、10%で2位だから、ね、あそうかそうか、そっか10%で2%になるから19、うん、19%, 19、だから、体の全エネルギーの19%が、うん、は無意識が使ってる、あ<ー>、うん、これが論理的にしゃべる、体の19%が無意識使ってる、だからもう一回言いますけど、脳は2%でしょ。うん 全体中の重さは2%しかないわけ、脳は。だけど、人間が使うエネルギーの20%を使います20%を使いますよね、それのうちの人間は、脳のうちの95%は無意識だから、5%でしか意識に上げて、自分で考えてるとか、自分で決めてると思っている、思ってることは思ってる。 ねあのだけど95%は無意識がやってるでしょ無意識は脳の95%のエネルギー使ってるから、うん、体全体の20%のの0.95で19%無意識が体が使う19%のエネルギーを消費している<ー>めっちゃ使ってるでしょあ無意識で19%も。 うん、消費してるんだ、うん、エネルギーをまあまあ結局19%だからもう約2割でしょ、うん、2割。2> 約2割これが痛かったんですけどうん、うん、この無意識の2割が成功の8割を決めるでしょ、うん、ああそっかそっかうんこれがパレートの法則ああ<ー>やばいぞこの説明の今,今の公式やばいね 超いい話だねこれねだからいい話すごいあの説明できる人がいないんですよそうねパレートの法則を多分説明した人多分初めて今聞きましたねのだからパレートの法則はよく2割8割の法則だとか要は大体使われるのはあのー、会社の全売上げの8割は二割のトップ2割の社員が作ってるとかね世界中のお金の 8割は2割の符号が持ってるとか、うんうん、そういうふうに使うさだからこれを覚えたら知識さこれは自然界から導き出された法則だっていうのは服部君知ってるパレートの法則パレートさん262の法則とも言うしさ 割割とかなんか何パターンかあますユダヤの王族って呼ぶ人もいますよね、これはユダヤ人の、そうですか、パレートさん、ユダヤ人なんですか、パレートさん、別か分からんけど、ユダヤの王族って呼び名もあるんですよ、でもそこでは22対78なんですよ。大体当たってるから、大体当たってる、大体当たって、さっきの19%が8割、大体当たって、2割8割、なんでかって百100個の餌を2匹のアリが80個持ってくるって意味だから。 アリは10匹しかいないわけ。10匹いるアリの、だけど餌100個持ってきたって、巣に。餌を100個持ってきました、うん、10匹のアリが。普通だったら1匹が10個ずつでしょうんうんうん。じゃないですよってう話で 2> うん、うん。2匹が80個。2> 2 80個。<laughs> これちょっとあのー、三増整理させたかいか CM いきましょうね。うんじゃあれ CM いきまにその間あの整理しときよ。はい、<laughs> CM です。 分かった,かったついてこれた、ついてこれた、なんとなくか,かった、はい、うそう言ってもいいね、2割が8割を決めてる、そそうそう全部、そう、ただトップ、例えばゴルフの芸能界のトップ2割が年収の8割使ってるでしょ。う ププロゴルファーもトップの割割ででぐらい持っていくでしょう賞金のねだからトップの2割に入りきれない会社は利益が出せないわけよ資本主義でもトップの2割にだからこの会社の給料の売上げの利益の8割は2割の人にいくんだよん3 二一ゼロなんかラブさんっていう人からね、うん、コメント来てて「はいありがとうございます」「徳士さんの声が枯れてる」ってあそうなんですよ大丈夫ですかてですってあの枯れてるんですよねまあ、心も枯れてるんですけど <laughs> そこは潤って <laughs> あのだけどあのし霜は濡れてるんですよ<笑><笑>、ね、ここで入れる <laughs> ここで入れとく <laughs> ここで入れとく <laughs> あのさっきの話で言うとあのだからってこの十匹のアリを10、うん 優秀な2割だけ残したらっていう話も無駄って話までしてますよね、うん、まあ22期優秀な2匹を集めるでしょこの10匹のチームからトップの2匹この10匹からトップの2匹って集めて10匹作ると、うん、この売り上げもトップの2割が8割を決めるい、うん、自然界で2割,割 2> だからこのバランスをうまく見てやらないといけないですよね だから結局言いたいのはトップの2割だけ社員教育をしろってことになったですああそれでいいのうんいい8割は無視いらないんですよあ<ー>あの効率が悪いからあ効率の問題ねボトルネックとも言いますよね<ー>逆で言うと改善するところは2割でいいだからそういう意味ね、うん、あのあの伸びるところだけ改善するだ逆に 反対言うとダメな2割を直せばいい、うん、この会社ダメだからよくしたいって言ったらダメなに100個ダメなことが出たら20箇所徹底すれば8割の効果が出る、うんうん、20個だけや,やればいいってことですね2割やれば,全部や,れば全部やらなくていいからね、うん、だからどのってこれの裏側にある本質はその優先順位が知ってますかって話になるさだから仕事はあの 金持ちになりたいとか、あの、年収を上げたいとかの2割の仕事で8割が決まる。うんうん、基本的に、この2割は、資金繰りと、うん、あの、経営戦略で決まる。あの、戦略で決まる。2>, 2割の戦略で8割決まる。うん、だから、そのうちの社長の仕事は、2割の採用で8割の成果を出すとか。 採用に力入れたら採用に勝る教育なしだから入り口で決めてしまう,う社員を入れるとこでだからセミナーとかするときに多分自然にやってるんじゃないですよ住人のセミナーやったらキーマンになる2人集中的に狙ったら8割の効果が出るとか<ー>要はいけてないやつにやるよりいけてるやつ2人伸ばした方が引っ張ってくるみたいなまあみんないい影響を与えるっていう意味で、ねうん、全体全体に引っ張るでできないやつは に力を注ごうととするとうん、うん、結局ここはできないからだけどダメな部分を良くしようっていう考えていったらうん、うん、超できない二人をあの良くすればいい金八先生ースーパー不良二人直せばうん、うん、全部良くなる全部くなるみたいな2割だったそういうのを2割8割の法則っていうんですけど<ー>そうなってくるとじゃあ人生の成功するための。うんうん 努力というのがあるとしたら正しい努力なんか一言で言ったら、まあ一言で言うっていうのは結構見そうなんですけどね、うん、あの例えば起業家の人とか何が一番大切かみたいな一言、うん、一言にしようとす,あするとその人の軸がみたいのが今現時点の自分は、うん、もうやっぱりこの明るくてほからかなとこかなって思ったんですけどねあー メールをって言ったらいいですか。授業ですよ。授業始めるにあたって。始めるにあたって。だから起業するとか。条件になります。条件あり方じゃない。例えばあの努力が必要とか。あああそんな感じか、うん。明るさは必要ですよ。うん、う努力を含もう含んでしまうけど、うん、なんかもう少し具体的な行動みたいな感じでなるほどね具体的なところ。何かな。挨拶でもいいですよ。だったら。<ー>だけどそれはなんかみんなが。 うん、なんか一番も、じゃ、じゃ、そんな感じで言ったら、やっぱ一番は、なんか、お金儲けに対する貪欲さとか、真剣度じゃないですか、ね。<ー>真剣度って言ったんですか、本気度。お、まあ、コミットって言い方がいいのかな。お,お、そうだと思いますよ、コミット。コミットを。もっとレベル高い言葉に変えるんですよ。えっと、コミットを超える言葉、覚悟。ピンポーンー、覚悟でいいんあ、覚悟か。一言覚悟。僕は、あのー、多分、ほとんどの経営者とか、企業。うん とか成功っていう、まあ、ある成功っていう言葉が使いにくい言葉なんですけど成功の定義が違うからあの覚悟ですよなんでかってったら覚悟が決まれば8割が成功っていう言葉になるからあじゃあこれはパレードの,の覚悟はもう2割の 2割の覚悟で8割の成獣って言葉が2割の覚悟でいいんですか100%の覚悟じゃなくてあこれは初めてやることのうちの自分がやることのうちのいろんなことやらないといけないでしょ例えば努力とか例えば笑顔とか挨拶とかいっぱいあるさ2割覚悟覚悟に使うわけ自分のさっき言った迷路も実は覚悟が含まれててね人間いろいろあるじゃないですか どんな時でも明るくっていう覚悟っていうのは覚悟じゃないとできないじゃないですか辛くてもうあねもうねやばいのにでも明るくするとだから何かに入ってるね覚悟ですね覚悟の中に入ってるどんな時やあってももう忘れないそれ覚悟に決めてるんですよね自分の中に覚悟決めてるんですよねだから僕借り入れですよほら借り入れできる人は要はあのまあある側面からいって 借金がなないい人は成功できない、うん、基本はなんでかって言ったらお金がお金を作るということを理解できてないうん、うん、で自分の体でお金を作るんだったらうん、うん、スポーツ選手になるとかあとは芸人になるとかうん、うん、それはあの自分が企業してるという感じ自分自身を完全な商品にするそうですねもうプロ野球選手とかお笑い芸人なんか分かりやすいですかねもう、うん、だけどこれも お笑い芸人になるって覚悟でしょうん覚悟2割の覚悟がないとダメでしょもうお笑い芸人は自分ち,ょっとちょっとやったから分かるけどもうあれはね本当にね、うん、覚悟というかやめ,ほんまやめないんですよね今まで自分たちのやってるメンバーずっとしてますよすごいだやめたの自分ぐらいじゃないかってぐらいやめてないんじゃないですか自分ですかあのやめたっていうのはちょっと、あのー、まあステージが変わったって言い方してあるのかなステージーだから そのテイストで知事になるんですよね。そう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 。もうだってずっとこんなだから、どうせ。だから知事になれるかどうかも、覚悟で決まるんですよ。うん、8割は。覚悟で決まりますよね。うんうん、だ僕は今回、この6000万、まあ、トータルで3億ぐらいになりますけど、もともとの2億と、今回、2700、うん、万と400万と3000万、だから、うんうん、まあ、2億6000万か7000万。うんこれ 自分のために使うんですけどうん、うん、僕のすごいのはついでに選挙運動資金に持っていくからついでだからねついでがいちいいですねついであのー、だから今回もあのー、いろんなものをついでにしたらねいいからそれで実際に6万人のこのあの事業計画があるんですよこれを今から僕2時半に出ないといけなくて二、うん、時半に出てあのー 2時半に出てあの、商工会であの数字を合わせて、これ、僕、またお気ぎに持っていってっていうので、この左上に1年の収支計画になってますよね、左上が、左上が7月スタートになってません ?7 月、7月、僕のセミナー生徒0人ってなってません8月0人ってなってません9月が何人かなってます 9, 月9月がね、えー、っと、10人。 10人,入れば10人入ってる10人と10人、えー、と3う。8000円のセミナーが10人で 1>, 1万千のセミナーが10人で20万のセミナーがゼロ。そう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 で、数字が出ていって右に行くでしょあだ,んだんだん数字がちょっとね、あのーうん、だんだん いい感じで広がってますね。で右下に収支が終わった最後のいくら収支が出てる右下に。一番、えー、と右下があの最後の合計になる、ね。網、えー、掛けの部分です。それとも一番右下ですね。一番右下。<僕>利益です。利益。えー、右下は一番右下。一十百千万十万百万千万千八百。千八百万。これは単位はなんです。あの千、ー、円単位です。点点点で点が百点の前が百万ですよ。点の前が百。 2000万、えー、こ,れこれ、三角が三角はマイナスですねあ、マイナス、うん、これ、マイナス、利益マイナスって意味ですか、じゃあ、うん、そうです、いくらって書いてますえっと、1800今期マイナス赤字1800万出ます、僕、えー、一番下の利益見たら、うん、これが事業計画書です、ね、えー、あの、1800万も損する事業で事業計画書持っていくっておかしいでしょ、前代未聞ですよ、これ、前代未聞じゃないですよ。 利益が出るんだったら借金できないんですよ。あ<ー>あ<の>。あ、そうなんだ。だから出さないようにギリギリライン。利益がここで1年後に利益が出ている事業に、うん、なんでお金の借り入れが必要なんですか。ああ、そっかそっか。お金というのは利益が出せない3年後とか4年後にしか利益が出ないから、うんうん、今3000万貸してください。なるほどね。ああ、うん。 だけど、3000万貸すのを5年で返すっていうことはどういうことか。と、うん、いうことは、1年で600万返すってことでしょ、毎月50万返すってことですよ、3000万を5年で返すってことは、利子なしでね、元金だけで、この50万プラス、僕の家賃が100万ぐらい、150万で、僕の給料がもうばらしますけど、うんうん、自分が60万。うんうん 嫁が40万ってていうので一応固定させあんだけどこの60万から税金20万持ってかれるか僕40万しか手取りがないわけさだけど今までは年収あの月に300万とか400万とかをアイランドクラブから取ってたけど今回もう社員もいなくなってるしやることが少ないからあの60万にしてもうん、うん、40万はんと全部仕送りだからうん、うん、僕親と前の奥さんのとこに。うん 僕のとこにの5万から万だけ残っていいわけさなんでかたら飲まない、打たない、買わないだから、自分はあの贅沢も別にいらないし、本代とかは全部経費で落ちるし、車も経費で落ちるし、なるほどね全部僕の仕事道具だから、お金いらないでしそっかそっかそっか、で妻は妻で40万もらってて、も手取りで30ぐらいないでしょ、だけど自営業だから、このぐらいの給料設定なしたないと、お金が借りれない。 なんでこんな授業して給料25万にするのとかなるからだからそういうのは別に給料とか自分がいくらもらうっていう次元で仕事をしてなくてバランスを作って事業計画を立てて3000万を借りるっていうそれも無担保妄想で,でそれを数字と理念とで説明できないと3000万借りれないなるほど、ね、うんだから今回もうコンサル動かそうとしてるからからあのー 200万ずつの5人で会社をこさせようかなとか、具体的に。うん、あとは、あの、ラジオで公表するのも面白いんですけど、うんうん、もう仕込みが終わったから、ネットワークビジネスもついでにやろうかなとか、うん、あのー、5年後に利益が出るとか、3年後にでき、あのー、100万になるとか、もあの、要は、前、普天間さんが挙げてませんでしたどれどれ成功する人は我慢強いっていうの。え自分、我慢強いとかあ、げてあの、シェアして、さすがこれだって言ってましたよ。あ、本当にあの、 要は、目の前にあるお菓子を我慢できない子は成功しないみたいな。はいはい、あの、マシュマロの話ですね。マシュマロでしたいや、自分ちょっと、いつのか、もうだいぶ前ですかね。だいぶ前ですよ。うん、わかるわかる。 あマシュマロが、環境が移動するやつですか、ラーメンにマシュマロ。えっと、えなんかね、子供にあにマシュマロあげて、3個のうちのなんか、うん、なんか分からんけど、あるじゃないですか、うん、すぐ食べる人、なんかやって食べる人あ、そうそう、それに近い、あのうん、本当のスタンフォードとかどっかのちゃんとした大学で実験があって、追跡調査してるんですよ、うん、10年とか20年、50人、50人とか、100人、100人とか、ある程度の数字で、うんあの、クッキーかマシュマロか置いてお菓子を、ケーキか。うん このケーキを食べるのマシュマロを1時間我慢したら1時間後に2個にしてあげるよああ、はい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 。みたいな実験。うん。うん。したら我慢できたチームは全部学歴高いし年収がいいんですよ。ああ。だからこれは何を言ってるかってっ目先の利益にこだわるっていう。要はこれはあの、あの、引き算なんとかとか言うんですよね。うん。あの、要は原価消却みたいな。うん。将来の夢が 遠くになればなるほど身近なもので手っ取り早く済まそうっていうのが人間の,あの愚かさというか弱さだから例えば好きな女の子がいるとするさあの女の子と付き合いたいだけど今,まで今の自分のままではだめだ高めていこうとか努力しようとかね彼女に気に入られるように積極的にアプローチしようとかだけど難しいだけど本当はあの女が欲しいだけど隣のちょっと可愛くない女が自分のこと好き やっちゃうやつさみたいな目先に行くですなるほどねちょっと例えがいいか悪いか置いいてちょっとあのんかもっといいのありそうですね例えす。あのできそうなことをついつい飛びついてしまうできそうなことばっかりやってても伸びないですからねだからネットワークビジネスがやるとすぐ儲かりそうなイメージがポンって働くように作られてるネットワークビジネスは。 基本的にネ,あのネットワークビジネス僕やるって言ってるから言うきますけど否定派で言ったら大変なことになるからねやるっていうあれで言ってますけど、うん、ネットワークビジネスやる人って基本的に金の亡者なんですよ、うん、入り方が、うん、なんでかっ言ったら儲かるからやるっていうのがやっぱり大前提に悪くないですよだから欲だからか,儲かるいいことですからねわ悪くないから、うん、だけど儲かり方が、うん 自分の下に3人つけて、2人つけたら1万円儲かる、4万円もあるって、そういうしてしまいには人間のことをポイントで説明するでしょ。これで何ポイントで何ポイントで、え、お前人間だよ、みたいな。お前、人の、人の頭を100ポイントボーナスとか、お前、人をボーナス呼ばわりするのか、とか、そういう説明をしてるネットワーカーは、もし成功したとしても、年収1000万、1億。 何のためにやってるんでしょうねみたいなお金が先になってるからだけど本当に好きな商品があって進めていくんであれば本気で進めるんだったら進めないでいいでしょなんで本気でいいものって利益なしに進めませんかおっちのラーメン屋おいしいよとかそうですねあそこ行こうよって例えば川行く時にお金もらえるから子供川に連れて行ったんですよ いやもう楽しいからですよ。これはいいよって、俺は楽しいと思うよ、一緒に行こうよって連れていくでしょ、川に連れていく感覚でネットワークビジネスやるんじゃあ、もう一番理想的な境地ですね、これね。だけど、川に行こうよ、面白いよって言って行くでしょ、だけど、俺は行かないっていう人は、なんで行かないんだよ、川マイナスイオンだよとか、川に行ったら健康になるんだよとか、俺はネットワーカーでしょ、なんで強要するの、川に行くの。なんでかって川に行きたい人も 山に来たい人もいるじゃないですか、うん、じゃあネットワークの成功の法則<ー>続きます続きますじゃあ CM 行きましょう、はい、<laughs> 本当ですよ僕今コンサルしてる人が月100万取るようになりましたえっとネットワークでへ、うん、えー、だからコンサル料も100万だったらお金くださいって,ってその組み方もだからあの今回 まさんもし木さんとかいるじゃないですか一回どっかでコーヒー飲んだ時にこれやるよって言ってからこういう仕組みでやるからねって全貌を見せてくるって言ったらくるってした時だけたたたたってしてつけ方がもうこのつけ方あるでしょ半端ないちょっと今日ちょっと説明するこれもあるものですあるで 僕がやるぐらいですよ、ね、僕一応あたぶん服く君も普天間さんも僕の荒稼ぎしてた時の僕を見たことがないから、うん、あの数字で数字でねあの行ったりうん、うん、言ってもなんか威張って言ってるように聞こえるかもしれないしちょっと面白く持ってるとこもあるから <laughs> なるほどね持ってるところの部分もあるからあれなんですけど。うんうん 本当にに稼ぐことだったら簡単やっちゃうんんですよなかただコンサルしたコンサルして稼げてる人もいっぱいいるから年収1000万5人ぐらいは作ったことあるし10人ぐらい作ったから結構たくさん作ってるしただ要は僕ができるのは甲子園ぐらいまで行ってる野球選手じゃないとできないなるほどねある程度のところからボンミカスの。すけどそこに行くところにないとそこには行かせきれんと。 うん、そうなんで、ね、か買ったら要は僕、コンサル料高いから<ー>そのポテンシャル出さないといけないけど例えば、ちっちゃいそば屋さんがいて、うん、うんと年商1000万ぐらいのそば屋さんを年商1億にしてくださいって言ったら、うんうん、じゃあ、うん、僕に3年間ぐらいコンサル頼まないと思う、うん、そんなね、いきなり難しいさ、うん、10倍ですからね10そういうだけどできる場合もある。あ そそのばが死ぬほどうまい商品が商品がよかったらあと販売力だからそこに僕持ってくるんだったらできるだけど商品力を軸をちょっとずらすかもしれないその軸をずらしたりとかうんということで次次の「誰にも言わんでよ」のまさにもうそれにふさわしい内容になるんですレギュラーが恐らくさん狂ってたけどまたあれだな遅れるのかな くるって言ってて言ましたよおじゃあ次じゃあ細原さんも、うん、結構やばいっすよええー、<お>まあまあそれもちょっも次にバトンを渡してどのあたりがやばいのかも楽しみにして聞きましょう、うん、だから要はまあ普天間さんもちょっともうそろそろ僕ボタンを押す準備になってます <laughs> そこまで来てる、うん、ちょっと待っててって、ね、みんなに <laughs>、ね、要はだから時間と空間の問題だからああ 今めっちゃ楽しみにしてる時間と空間とタイミングですか時間,時間はタイミングじゃないでタイミング入ってるか時間はタイミングじゃないですか<ー>右脳と左脳ですようんだ僕最近フェイスブックの文章が次元が2段回ぐらい上がってるしうん、うん、でよ五5次元講座しようかなみたいな5次元講座いいねスピリチュアルおじさんじゃないですか <laughs> スピリチュアルおじさんですから <laughs> <の>スピリチュアルおじさん大丈夫です多分あのー 多分僕 d o k とかから出版依頼来るんじゃないですかね。か川文庫からなんか適当に言いましたけど。<laughs> うん、だから次の服部 <laughs> 君、頼みつけてよかったね。ねはい、じゃあ次に繋なげます。<laughs> ます今ここがナビだ。はい、じゃあちょっと一個連絡するのそれでした。